皆さんこんにちは。 NPO 法人ビビットオペラ東京代表の花輪翔平です。私たちビビットオペラ東京はオペラをもっと身近にもっと楽しんでいただけるようにさまざまな事業に取り組んでおります。今回の動画では、そんな私たちの取り組みを少しだけ紹介していきたいと思います。それではご覧ください。私たちビビットオペラ東京は訪問演奏をきっかけに結成されました。プロの若手オペラ歌手とピアニストで構成され、教育関連施設や介護福祉施設にて訪問演奏を行ってきました。学校訪問演奏に関しては舞台芸術文化を通じて子どもたちの音楽教育に貢献できるよう取り組んでいます。ビビットオペラ東京の公演では主に喜劇を取り扱っているので、分かりやすい内容で舞台を気軽に楽しんでいただけるかと思います。訪問演奏では演奏会場の広さに応じてさまざまなプランをご提案させていただきます。学校の講堂、体育館、音楽室などどこでも対応させていただきますので、ぜひご相談ください。公演を安心してご覧いただけるよう感染症対策を徹底しています。稽古の段階から検温、手洗い消毒、換気、歌唱の際のマスク着用、ソーシャルディスタンスの確保を行います。ご要望がありましたら、マスクを着用しての歌唱や客席との間にアクリル板を設置するなど対応させていただきます。また現地に配信スタッフのみを派遣したライブビューイングも可能ですので、ぜひご相談ください。いかがでしたでしょうか。ビビットオペラ東京ではオペラをもっと親しみのあるエンターテインメントとして楽しんでいただけるよう新たなスタイルを追求していきます。オペラを最高のエンターテインメントに、ビビットオペラ東京でオペラを見てみませんか。ご視聴ありがとうございました。